クラーゲ漁は、ノルウェーテレマルク県の町、自治体である。ベストマル地区に属する。クラーゲ漁自治体の行政の中心地は、クラーゲ漁町である。テレマルク県の南端に位置する。ロンドンのインデペンデント紙は、クラーゲ漁について、ノルウェーの人は、日常から逃げ出したいとき、必ず、クラーゲ漁に行く。森、フィヨルド、島が、彼らを待っている。 エドバルド・ムンクが平安と安らぎを見出した場所でもある。と紹介している。夏の間、観光客の流入により、クラーゲ漁の人口は4倍にも達する。画家ムンクは、クラーゲ漁を愛し、海沿いの町の真珠だと呼んだ。インデペンデント紙の記事は、砂浜のビーチは多くはないが、ノルウェーの海岸は、洗練された感動的な景観を見せてくれる。という。 このルドゴデの形はクラカリである。語道は黒かの俗格と思われ、ゴビワである。クリジェロはデンマーク語系であり、17世紀に定まった。紋章は近代になってからのものである。1938年1月28日に定められた。黒の盾にシルバーのガレー線である。クラーゲ漁は1666年に都市特権を与えられたが、 1842年までは、深淵に従属していたことから、紋章も深淵と同じものを使っていた。ガレー船が描かれているのは、1666年以降、クラーゲリオが国王にガレー船一石と15兆を納めなければならないとされていたことに由来する。小ネの時代は、クラーゲリオは、ノルウェーでも最大級の港町の一つであった。クラーゲリオの町は、 1838年1月1日、自治体となった。1960年1月1日、サナドル及びスケートイの各自治体が、クラーゲリオ自治体に合併された。クラーゲリオの東部、クラーゲリオはテレマルク県の南端の自治体である。南西はアウストアグデル県のリーソーに接し、西は道県、グアーシュタットに接し、南西はドランジェドル、北東は、 バンブルに接する。クラーゲ漁は、ノルウェー人の間で、夏の休暇を過ごす場所として人気がある。495の大小の島があり、4000軒のレジャーハウスがある。190の淡水湖を有する。自治体内の村として、ヘル、サナドル、スケイトイ、ストラホルマン、ジョンフリューランド、ポーターがある。クラーゲ漁協会。ありがとうございます。